こんにちは、賃貸のマサルです。本日は大和郡山市小泉町にございますサニーシャトー S 棟のご紹介をさせていただきます。間取りの方は 1LDK になっておりまして、2階のお部屋のご紹介になります。はい、それではですね、リビングスペース、キッチン合わせてですね、約12、3畳ほどのお部屋となっております。そしてこちらの方キッチンですね。キッチンの方にはお好みのコンロと、また調理スペースも非常に広くとっております。こちらシンクですね、洗い物もしやすいかと思います。シングルレバーになっております。またこちらの方は、浄水機能付きのものになっておりまして、別途費用に支払っていただきましたら、こちらを使いになります。そして上の方とですね、下の方に収納スペースがございます。お鍋、フライパンなどですね、十分に収納していただきますね。ちょっとしたこういった、スペースがございますので、調味料であったりとか、またコンセントもありますので、ケトルなどですね、置いていただくのもいいかと思います。そしてキッチンのそばにですね、こちらの給湯器のリモコンございますので、温度設定すぐにしていただけます。そしてこの辺りにですね、冷蔵庫置いていただいて、またこちらの方には、食器などもですね、置いていただけます。またキッチンのそばにこういった窓もございますので、非常に換気しやすくなりますね。そしてエアコンの方なんですけども、こちら1台備え付けとなっております。またこちらの方には収納スペースもございますので、こちらも活躍してくれるかと思います。そしてこちらがバルコニーですね。こちらのスペースで洗濯物をしていただきます。そしてすべての窓にですね、こちらエアガラスを使っておりますので、閉めていただきますと外からの音も聞こえづらくなります。エアコンの方も聞きやすくなりますので、非常にありがたいです。またこちらモニター付きインターホンですね、カラーでお顔を確認していただけますので、こちらも防犯面でも安心していただける機能ですね。そしてこの辺りにですね、ソファーやテーブルを置いていただきまして、またこちらテレビも設置できますので、こちらでくつろいでいただけたらと思います。その奥の方に、こちら洋室107畳ほどの広さのお部屋となっております。ベッドを置いていただいて、寝室としてお使いいただくのがいいかと思います。収納も豊富に行っておりまして、こちら右側の方はお洋服をかけていただけるようになります。こちらの方もこういった棚をついておりますので、収納しやすいところになっているかと思います。そして床の方はですね、フローリングになっているんですが、クッションになっておりますので、下の方にですね、音が響きにくい構造となっております。それではですね、こちらに行きますと、まず手洗いですね。こちらウォシュレット付きとなっております。上の方にはちょっとした棚もございますので、トイレットペーパーの読みなどこちらの方に収納していただきまして、こちら洗面所ですね。洗面所の方には独立洗面台、こちらシャンプードレッサーですね。その横に室内洗濯機置き場、その奥にバスルームがございます。こちらの方には追い出し機能がついておりますので、いつでも温かいお湯で入浴していただけます。また上の方には浴室乾燥機ついております。雨の日などは洗濯物をこちらに乾かしていただきますね。しっかりとこういった鏡、こういったシャンプーを置けるスペースもございます。こちらの部屋の方は2階になりますので、1階の部分に玄関、入り口がございます。見ていただきますと、こちらシューズボックスですね、大容量になっているかと思います。高さも変えれますので、非常に便利な、シューズボックスですね。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。